丹下目池ちゃんの自然栽培米奮闘記。今日は2024年の、9月30日月末です。ちょうど今、午後6時ですね。今日最後の田んぼの水入れをしてきました。で、まあ去年コンバインを山上狩りにしたんですけど、今までのね、なんかあのフレコンの要はもみを入れる袋、700キロぐらいのやつだったかな、800ぐらいの円筒形のやつ使ってたんですけど、まあコンバインが変わったせいでちょっともう1トンの、1000キログラム入るやつ買ったんですよ。で今組み立ててるんだけど、なんかね様子が違う。なんかね、なんか長方形横型っぽいですよね。なんか完成品が来るんかなと思ったら、なんか自分で組み立てなきゃいけないみたいな、こんな感じね。映ってるかしら。で急遽今動画を回してるんですが、もうこういうのね苦手なんですよ僕、組み立てるのなのでね、なんかこういうね棚とかもホームセンターとかで買いますけど、もう展示品そのまんまくださいっていうタイプなんですよね。でもね、展示品そのまま売ってくれた試しがないみたいな。もうその都度組み立てるのがもうちょっとねめんどくさいんですわ僕。こう外側に入れるのか、ここに入れるわけね。なるほど。ああ、ここをね、今ネックストラップで撮ってるから、多分僕の今の手元は映ってないと思うんだけど、で多分予想ではこれは折りたたみはできないんでしょうね。なんかめっちゃ床を取りそうだな、保管場所を。新品だから硬い。これはもう山谷さんに組み立てをお願いしときゃよかったな。下まで入って。グッと入れて。テープで蓋をしてここを縛るわけですな。はい、こんな感じですわ。ちょっとまあできたらまた動画回します。もう作ってる最中の動画は割愛しますね。じゃあ一旦止めます。はい、ただいま18時36分ですけど、ようやく組み上がりました。まあ途中休憩とかもしたんですけど、まあ、こんな感じ。まあ安定性はいいでしょうね。箱型ちょっともうちょっと引こうか。こんな感じ。多分使い方は一緒だと思うんですけど、
これね、なんか、保管するときは多分こんな感じで折りたためるんでしょうね。折りたためないよ。まあね、とりあえずちょっと僕が想像してたのとちょっと全然違いましたけど、まあちょっととりあえずこれを別動画撮って明日、購入した山谷商会の川原部長に組み立てはこれで大丈夫ですかみたいな感じの確認を、しに行こうと思ってます。これがね、蓋ですけど、これ本当に1トン入るんかなみたいな。ちょっとあの丸いの持ってこようか。ちょっと待ってください。はい、こっちの丸いのがちょっと光の加減で、こっちに来ようか。こっちの丸い方が去年まで使ってた、750キロ、見えますかね、750キロ入る、もみ袋ですね。でこっちが新しい、1トン入る、1000キログラム入るやつですね。なんかあんまり大きさ変わんないけど、あれですかね、円柱と角柱の違いみたいな感じ。高さはほぼほぼ一緒ですね。床面積も、まあ床面積は、まあこっちのほぼ正方形の方がちょっと広いですけど、うん、なんかそんなに大きさ変わんないですよね。はい、まあはい、ということです。はい、まあ今日はこういったあの新しいもみ袋組み立て動画ということでした。はい、どうもご視聴ありがとうございます。